はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。全国のお天気をお伝えします。東海や関東では本州の南海上を通過する低気圧の影響で雲が広がりすっきりしない天気です。時々雨が降るので外出時は雨具をお持ちください。また一時的には強まるところもありそうです。日本海側も日本海から近づく低気圧や前線の影響で天気は下り坂となります。日差しが届いてもだんだんと雲が広がりお昼過ぎ以降に雨が降り出してきます。一時的に強まる雨や雷雨、突風などにもご注意ください。沿岸部では風が強まり横殴りの雨となることもあります。昼間は気温が上がるところが多くなりますが一日の体感変化にはお気をつけください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。